本日は徳さんがシュビザルに逆シングル鬼ノックめっちゃ速くない今の。はいどうもシュビザルジュンです。はい、実は私逆シングルが超苦手だったんです。こんな感じになってしまいます。今日は徳さんから逆シングルの特訓を受けました。特訓の内容に関しては本日18時半の徳さん TV にて配信しますので、そちらもご覧ください。というわけで国吉 TV では指導後のノックを配信しようと思いますので、そちらを早速ご覧ください。おお、いい。おい、うまいな。表面のボロと同じ意識が芽生えたらもう勝ちや。勝ち、うん、はい、芽生えろ。あ、芽生えてる。芽生えろ。芽生えていこう。はい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 。お、めっちゃめっちゃいいよ。ちょっと一回正面の頃普通に受けてみようか。はい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 、はい、間があるね。ああ、いいですね。ああ、いいね。手前で撮ってるね。スンって感じだな。スンって感じ。はい、はい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 。なんか普通に撮ってるみたいだな。他人だ、他人じゃねえ、別人のようだ。赤の他人の絵になってる。おい、いいゾーンだ。楽だ、楽だ、すごい楽だ。そうか。体勢がしっかりするから肘肩に負担がなくなるよ。こう入ってる時より、あの、向こうに向くのが楽っすね、うん、もうこうやって向いちゃってるから。そうだな。おお、イサイドアン、イサイドアン。いや、めっちゃ嫌な聞き方するじゃない。イサイド。いや、放れやすそうっすね。お、あの、向こうにソフトバンクの今宮選手とかって、あ、そんな、ここら辺だけ全部正面入んないと、もうこうやって確かにな、やる感じであるじゃないですか。あ、なんかそれに確かにどっかで見たことあると思ったら今宮選手ですね。どっかで、うん、近い感じがしますね。確かにそうだよね、あの人そんな動きするよね。わー、おい、めっちゃ速くない今の。いやいや、結構すごい。いや、今のなんかぽい感じだね、ぽい感じ。おお、なんかあの流れてないな、こっちに。こっちから見てると、しかも今スパイクじゃなくてアップシューズなのに。確かに。ああ、それだ。あんだけバンって返せるってことは、でもこうやったりしたら多分ずーっとずっといっちゃうじゃないですか。そうだな。流れないね。でも刻んでる分しっかり切り替えがしやすいっていうか。あ、なるほどね。力の、そうだな。あ、でもそうなるね。で、こういう形で、そうだな、そうだな、なるように、うん、手が出てきたっていう、なんか程よい遊びがある感じですね。はい、うん、どうせあはははは。今のはね、足の運びはもう完璧だったわ。あとはグラブを横じゃなくこう縦に使っていくっていう、肘を使ってね。うん、そう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 、そういう作業に入ってくる。うわっ、そう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 、縦縦縦縦縦、そう、こう縦に使っていくっていう意識が結果ラインに入ってくから、バウンドって上がり際を取りに行くから、ラインで行くんだけど結果グラブを縦に使おうっていう、その感覚。はい、よっしゃ、来い、縦縦、来い縦。今いい肘の角度だった。
いいな。普通の正面の頃それ撮ったらもうかっこいいよお前。でもそれで弾いたらめっちゃ怒りますよね。確かに。大勢撮ってやる。あれが特産 TV の、 あの現実ですよ。ああいった形でね、ああいうこうダイナミックな絵を撮ろうという。はい、はい、おお、臨場感、臨場感。ああ、今の柔らかいね。よし、今の柔らかい。いいよ。ちっちゃい頃から練習しとかないとな。そうですね、こっちは。やっぱ大きくなったから やればいいっていうのも、時代としては遅いな。はい、はい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 、はい、はい。ああ、いいです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 。遊ぶのやめてもらっていいですか。やべ、ショートいった、頼む。あーおあー、うちのピザ人も安心して見れるわ。充実感ある。よっしゃ、充実感あるな。ってことで、今日は逆シングル。そうだね、徳さんに教えてもらいましたけど。そうだね。どうですか、最初に比べて。だいぶいいです。だいぶいいです。だいぶいい。こんなにいいと思わなかった。あ、まさかの。うん。いやでも皆さん、一人にやっぱり本出す人は違いますよね。いやいや、そうですよ。私ね、特産 TV が教える超守備講座、ライパチも出演しております、出しております、ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。 LINE に出すってさっき言ったけど、はい、そうですね。あの打球が来るじゃん、はい、で、こっから打球がここに来た時に LINE に合わせるとすぐ窮屈。はい、その手前でもう打球の転がってくるラインはもう読まなきゃだ。はい、もうこの時点でライン読んだ、はい、あとは上がり際の肘の使い方、うーんっていうところが、はい、イロハのロープラス。まあ、歯はまた別にあると。歯は別にある。歯はまた別にある、はい、ちなみに「イ」と「ロ」に関してはですね、本日6時半配信の特産 TV でそうですね、話してますので。そうですね、そちらをご覧になって両方見てほしいっていう、両方、そういうで繋げてみるといい動画です。確かに。非常にビシッとビシッとした動画になりますので、なんかね、いやいや頑張っていこう。いや頑張っていきましょう。クリオシティ TV も、はい、あれか15万人に、15万人なんと動画させていただきました。いったいった、いろんな人に出ていただいて、確かにいろいろな力を借りて我々は、確かにここまでなんとか。今カメラ海星が持ってっちゃってるから、ね、いやそうです、海星さんにも手伝っていただいてね、どんどん喋っていかないと。海星そうです、どんどん喋っていかないとね。はい、いろんな人の力ですよ。そうだね、僕らの力じゃない。おかげさまですね。おかげさまでございます、頑張っていこうっていう。応援します、特産 TV は国吉 TV を応援します。ありがとうございます。まあこれからも特産 TV が行ったところに二度してるよね。最近僕ハマってますので個人的に。あれちょっと面白いな。いはい、あれ面白い。もう俺も行ったんだけど、そう行ってない感じ見ちゃう。行ってむしろ。ああなるほどなって見ちゃうな。やっぱちょっと、今後も頑張っていくね。はい、今後もぜひ。行きましょう。皆様よろしくお願いします。それでは失礼します。9月のプレゼント発表。はい、まずはクボタスラッガー、オーダーグラブ、守備ザルモデル。こちらさらにヤクルトで道具担当している小川さんが片付けをしてくれます。さらに日の国熊本で買った日の国レッド Z プロステータス投手用の軟式グラブをプレゼント。いずれもチャンネル登録&コメントで応募完了です。